どうも、ヤドです。今回もですね、将棋を実況やっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうかというところなんですけども、初段の方ですね。アバターめちゃくちゃ怖い。角換わり棒銀がお得意の方ということで、まあ、棒銀帳、つまり居飛車党だと思われますので、まあ、ちょっとその辺警戒しつついきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、居飛車っぽくないですね、なんか今のところ。今のところあんまり居飛車っぽくない。あ、居飛車です。居飛車でした。はい。なので、そして棒銀ですね。棒銀で来るんで、まあ、棒銀用の受けをちょっとこなしておきながら、こちらもですね、ちょっと、これ歩ついておきますか。歩ついておいて、これもうすぐ交換してくるんだ。交換してくるタイプ。はい。で、ここに銀、打っておいてというか、上がっておいて、はい、ここに飛車打ちまし、あ、飛車、歩を打ちましょう。それでね、それがね、ちょっとめんどくさいんだよね。いつもながらの話なんですけど、いつもながらね、このね、中段飛車がめんどくさいっていう。さあ、これで、ふんどしの桂。ふんどしの桂、ガン決まり。このふんどしの桂はちょっと決まりすぎですね。怖いぐらい決まりました。30秒。はい。怖いぐらい決まったので、もうこれで、私満足でございますが、せっかくなので、もう少し欲張っていきたいと思います。これで、銀で取るというよりは、ここに角打ちますか。ここに角打って、金で取ってきたら詰み。なので、はい。で、これで詰んでるんじゃないかな。これ詰んでるよね。はい、これで、詰みですね。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうも、ヤドです。今回もですね、将棋ウォーズ実況やっていきましょう。さあ、今回のお相手どんな方でしょうか。初段の方ですね。7七銀戦法、で、得意戦法が2段ということなので、まあ、非常にですね、お強い方だと思われます。まあ私にとってはというお話ではございますけれども、まあ楽しくですね、将棋ウォーズ実況やっていこうと思っておりますので、よろしければですね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。このね、大事なところで噛むっていうのがね、まあ私の得意技なんですけれども、まあこれ一回ちょっと歩ついておいて、相手の銀を牽制しておきましょう。さあ、これでですね、棒銀は一回、相手の棒銀をね、直撃で食らうっていうことは一旦なさそうだなと思っているんですけど、で、この角がですね、この飛車の、はい、7一に効いているんで、これなっていけるんですけど、これなっていけるんですけど、いいんすかみたいな、いいんすか先輩みたいな、いただきますみたいな感じになってますが、これは、一気に優勢になったんじゃないかなと思います。さあ、これ竜で取っておいていいよね。で、相手にまあさすがに詰みはないんで、これは狙ってきてると、こっちの飛車をね狙ってきてるっていうことなので、まあ銀で牽制しておきましょう。で、ここに銀もう一回改めて打っておいて、で銀引いてもらってですね、はい、これで一回香車、取らせてもらいつつ、まあ、これでですね、基本的には悪くないかなというふうに思いますね。はい。で、この辺にちょっと香車打っておいて、一回、あ、そこに歩打ってくるんだ。そこに歩打ってくるのはちょっと知らないんだけど、そうね。まあ、一回ね、竜使って色々としていきたいという感じですね。はい。で、ここに、銀打ちじゃなかった、桂打ちがありますか。まあ、王手銀取りですね、これが。これが王手銀取りで、角頭にさらに銀が当たるんで、この角がどこに行きますかっていう案件で、ですね。そうっすね、なんか、あ、まあでも一回ね、これ飛車に効いてるから一回打たないといけなくって、さあ時間ちょっと意識していかないといけないですね。時間意識しないと、これあっと切ってきた、切ってきましたね。ここに、あ、そこに角打ってくるってこと、なるほど。いや、そんなことよりね、やりたいことがあるんすよ。そんなことよりっていうのもなんなんだけど、ここに歩打ちたいんだよね。歩の拠点を打ちたいのよ。これもう逃げといて OK でしょ、別に。金の1枚や2枚差し上げておいても、もう問題ないと思うんすよ。で、これで、
はい、走っていって、で、まあ、強車でね、筋トレに当てておきます。ここからの、角打ちかな、角打ちからの、はい、で、ここで馬なっといて、さあ、こっからですね、こっからなんですが、ですね、まあ、これ一回ここに、入っておいて、あー、両取りかかってたのか、今、両取りというか、しまった、ミスった、見えてなかった、やばい、一気に形勢逆転か、これ一気に形勢逆転の雰囲気が、ピシ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 ヒシヒシ、しておりますが、ヒシヒシしておりますが、これは、逃げるしかなくって、でですよ、まあ、これ金でしょ、これ詰路じゃないね、詰路じゃないよね、これね、詰路ではないと思う。さあ、一応これが王手飛車取り、です。王手飛車取りで、で、さらにこれ逃げていくと、もう上に逃げていきましょうと、いうことなので、さあ、これでと金作られて、で、まあ、飛車打っていくのかな、この辺に飛車打っていって、ここにタレフ打って、さあ、こっからっすね、勝負はここから。このね、歩もね、まだなんとなく使えそうだし、これは逃げるっしょ、逃げて大丈夫でしょ、これは逃げて大丈夫。はい、これで銀打ち、銀打ちからの歩がまだあるから、あ、王様で来るんだ、なるほどね、王様で来るのね。さあ、これどうする、取ってくる、取ってこない、取ってこないんだったら銀打ち、速攻で銀打ち、はい、で、これで、角打って、王様ここに打った、角ここに打って打ちつつ、打ちつつの、そうだよね、これね、あんまり意味なかったね、この手がね、この手自体があんまり意味なかった。さあ、角馬をここ引いといて、いやー、見えなすぎる、見えなすぎる、見えない、見えない、見えないぞ、見えない、時間もやばい、時間もやばい、勝ちたい、勝ちたい、勝ちたいけど駒が足りない、そうなんだよね、これちょっと取っとくでしょ、これ取っといて、で、これ飛車捨てよ、もう飛車捨てて、で、これで王手しよう、これで王手していって、で、こうだね、これで、これでどうする、お相手強打ちで、金打ち、逃げてもらって、これ入っていって、で、打って、さあ、金打って、金打って、あ、そっちに逃げれんのか、そっちに逃げれんのかい、あ、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。めちゃくちゃ嬉しい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。音楽室の古いピアノにもたれてうたたねしてる。まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくって。